さあ皆さんこんにちは、今日はですねとっておきの中古車企画です。というのはですね、もともとうちは中古車屋ではないので車を売るってことはないのですけれども、これだけシルビアが高騰してくるとですね、ヤシオファクトリーにも問い合わせはあるんですよ。中古車ないですかとかっていう。でもまあ基本的にうちは車を売るってことはしないので、チューニングのベース車として、何台か持ってるんですけれども、あくまでもチューニングをしてくれるということが前提なんですね。それでですね、今年の2月ぐらいだったと思うんですけれども、ある一本の電話でちょっと今までにない感じの電話だったんですけれども、もちろんその中古車を探しているということからの連絡だったんです。で、なんかね、実になんかきちんとした喋り方をする、女性だったんですけれども、きちっとした感じの人の声だったんです、もちろん話し方も、最初はねちょっとね、俺ねなんか役所の人間かなぐらいに思って、実はこういう状況の中でですねシルビア探してるんだと。当然ヤシオファクトリーさんは中古車屋さんではないので車がないことは重々分かってるんですけれども、もし万が一でも車が、言ってくれるような車があったら嬉しいんですけどという、いろいろそういう話をしました。でいろいろちょっとした世間話もして、本気度もどのぐらい本気なのかなっていうことも、聞きました。それでですね、じゃあ作文書いてきてくれと。それで俺の心を動かすことができたんだったら、当然のことながらうちは中古車屋ではないので、俺色に染めた車であれば譲りますよと、そういう話をしました。でですね、もう速攻で返事が返ってきました。いや実に長文で素晴らしい文だったんですけれども、やはりそうやって人をこう、なんて言うんだろうな、感動させるようなことを書ける人っていうのはなんか持ってるものがあってですね、この人だったら俺が持ってて何年か先当然ながら売るんだろうけれども、この人だったらいいかなっていうふうに思わせてくれました。ただその条件としてですね、俺の好きなように作らせてくれる、でとにかく大事に乗る、で、納車まで行くからこれを YouTube で使わせてくれと、そういう条件だったんです。で、その方が YouTube ということは自分の顔も出ちゃうんだと、ちょっと仕事柄マスクをしてもいいですかみたいな返事が来たんですけれども、その後もう15秒もしないうちにすいませんみたいな、そんなこと言える立場の人間じゃないのに、なんか本当申し訳ありません、何でも大丈夫ですみたいな、そういう話が来て、で実際に車を売るということで、電話でまたもう一度電話で話をしたんですけど、感激のあまりに泣いてるんです。なかなかね、チューニングショップをやっててね、その感激してもらって涙を流してくれるってことはほとんど今までにはなかったことなので、そりゃもう心はこちらも動きますよね。ということでですね、よし、このコロナ禍の中でですね、中古車屋に見に行くこともできない、仮に見に行ったとしてもその子は結構な本気度愛なので、すごいお金を根こそぎ巻き上げられるということであれば、俺が救わなくてどうすんだと、ということで決めたんです。うちの常連にその話をしたんですけど、それちょっと安くないみたいななんで俺たちに売ってくんないのみたいな、そういう話も出ましたけど、これはですね、あれです、運です。運というよりも、もうそういう風にできてるんです、世の中はね。ですからこの車はもう彼女のためにあったと、もちろんこの車の最大の目的はエアロの型取りのための車だったんですけれども、エアロの型取りも無事に終わって、この車が大変身して新車のように綺麗になってですね、もう火の打ち所のない中古車として仕上げます。多分ね、納車は6月ぐらいかなっていうふうに
思ってますけれども、うちの家族もあと一人うちの常連も連れて、まあ旅行がてら納車です。場所が場所なりにね、もうとにかくね、美味しいものがいっぱいあるんだそこは。だから打たれたってわけじゃないんだよ、うん、最初に場所は聞いたかな、場所聞いてたかもしれないけど、場所がいいから決めたわけでは決してありません。ということでですね、この企画、皆さん感動で涙を流すと思います。そういう企画にしていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、涙流すぞお前ら。さあ、では実際にですね、これからチューニングしていく車です。ですね、これベース車はですね、無事故車です。今時事故がないという車なので、相当な価値があります。この価値のある車を使ってですね、いろんなパーツをつけていきます。まずですね、このライトですね、ヘッドランプね、これかなりこの車綺麗です。この綺麗なヘッドランプをさらにもうちょっと綺麗にしたいと思うんで、ちょっと黒が入ったカラークリアを拭いて、すげえかっこよく仕上げていきたいと思います。で、エンジン周りはですね、フロントにインタークーラーをつけて、ラジエーターも水温が上がらないようにラジエーターを変えると。もちろんここは3号エアフロでセッティングですね。今、ニスモのポンプもすげえ高いですけれども、当然のことながらヤシオファクトリーはニスモのポンプです。それからですね、これです、これです。ほら見てください、この軽さ、このチタンマフラー、ヤシオファクトリー大人気のこのチタンマフラーも取り付けたいと思います。それとですね、このテールレンズですね、一応LED テールにはなってるんですけれども、ヤシオファクトリーの純正はやはりこちらなんです。このすげえ綺麗な透明ですね、これをつけることによって車がなんかもう純正のように見えます。ということで、ここにもブリッツのインタークーラーも置いてありますね。それからもちろん車庫帳もヤシオファクトリーのオリジナルの車庫帳ですね。それはね、俺が試作で使ってたやつをつけます。で、まあハンドルもね、こうナルディかなんかついてますけれども、ヤシオファクトリーはもうナルディといったらこれです。これじゃないとヤシオファクトリーではないんです。このセミディープの33倍、これがもうヤシオファクトリーの定番になってます。これもおごります。もちろんシフトノブもね、ヤシオファクトリーです。シートはね、ブリットのね、リクライニングタイプの、バケットにしたいと思います。それからですね、いや、メーターもですね、実はじゃじゃーん、わかりますかね、これ今巷でですね、高騰中の、何倍だろう、4倍ぐらいで売ってるのかな、ニスモメーター、これもおごります。これはヤシオファクトリーじゃなきゃできないね。もちろん足回りもそうですけれども、まあ、ブレーキもですね、当然のことながらこの車も年式的に言ったら古い車なので、キャリパーオーバーホール、ローター研磨、ブレーキパッドもエンドレスの、タイプ M っていう M スポーツっていうパッドに変えますね。リアももちろんそうです。キャリパーもオーバーホールします。
そういったことでですね、ほとんどニューパーツにして、当然のことながらオールペンもします。ショーファクトリーでオールペンするって言ったらもうこれです。大人のガルフです。どうです？かっこいいじゃないですか、このガルフ。やっぱりこっちの R にしちゃうとちょっとやんちゃとか出ちゃうんですけども、このガルフはね、やっぱりね、すごくこう紳士淑女が乗るようなそんな車ですよね。まあ、この車ちょっと GT 運気ついてますけども、まあ、サーキット走るということですね。どうです、30ミリワイドです、この車は。かっこいいですね。でそれにホイールは当然のことながらアドバンの、これは、RS3 かな。これヤリスでサーキット1回走ったタイヤなんですけどね、まあ、ほとんど新品なのでこれを前後につけてバチッと決めたいと思います。ということでですね、皆さん、この中古車企画というのかな、ヤシオファクトリー色に染めちゃうこの車をですね、ちょこちょこ動画を撮ってきます。そしてですね、これね、オーナーに納車するところまでお届けしたいと思ってます。さあ、オーナーがどんな人なのか皆さん楽しみだと思いますね。納車遠いよ、めちゃめちゃ遠い。そこまで俺が届けます。ということで、乞うご期待です。